どんなに給料をもらっても、数千万もらっても、会社員は絶対に豊かになりません。100% です。例えばですよ、日本で、国内で、お金持ちのランキングってありますよね。お金持ちのランキングで、実際にですよ皆さん、お金持ちのランキングで会社を創業した人以外の人の名前って載ったことあります？見たことあります？例えば僕が元々いたリクルートスマイカンパニー、今もうホールディングスリクルートになっちゃってましたけども、リクルートスマイカンパニースーモという会社ですね。その野口さんという方は年収2、3000万円ぐらいだと思います。あの役員報酬でね。それだとお金持ちになれないですよね。でも社長ですよ、立派な企業の。これがみんな知らない事実で、普通の雇われ社長とか雇われてるという現状で、どんだけこの蛇口の水を頑張ってやっても全くお金持ちにはならないんです。本当に。じゃあこれ経費をどうやってやればいいかって当たり前じゃない。さっきね200万円経費って言ってみましたけど、例えばですよ、皆さん今10万円の家賃に住んでたとしたら、その10万円の家賃でそこで起業しちゃうと、あの住んでる場所と業務をする場所の10畳の部屋で、5畳は業務をする場所だ、5畳の部屋はこれは生活する場所だって区切れば、5万円は経費にできますよね。こういうような案文って、ありますけれども、じゃあこれを皆さんは実家が友達ん家に引っ越せばいいんですよ。そうすると 100% ここはオフィスになりますよね。でオフィスになって、じゃあこれ10万円だとしたら年間120万円家賃落ちますよね。全額だってあなたの住処じゃないんですよ。あなたの住まいは住所は実家なんですもん。ここはオフィスとして使ってるんですもん。こういう風なさことをしないと絶対に日本では豊かになれないんですよ。これがブラックだとか言われるかもしれないんですけども、全くブラックじゃありません。全部ホワイトです。旅費規定とかさ、あの以前言いましたけども、旅費規定って例えば僕もリクルートの時にアメリカに出張に行きましたと。出張に行くと1日あたりまあ1万円か2万円か入るわけですよ、出張手当というものが。その出張手当で30日行ったら60万円入るんですよ。この60万円って無料で俺は税金かかんないんですよ。1円も旅費規定に基づいてもらってるものだから。会社も60万円払って、そこに対して社保の負担も会社しなくていいわけですよね。そういう風なものを例えば自分で法人を設立してやったら、さっきの300万円の人って今100万円残りましたよね、手元に。こういうことをねやっていかないと絶対ダメですよ。竹花公式で本チャンネル、インスタ、TikTok でも毎日豆知識配信。